ベンガジは、リビア北東部に位置する主要な港湾都市である。2011年、の人口は約63.2万人。地元言語ではバンガーズイと呼ばれる。イタリア時代のベンガジ古代イギリシア時代には、植民地切れないかの中心都市であり、ヘスペリデスと呼ばれ、サハラ砂漠を縦断するアラブ大将の拠点となると、共に大将路の起点として繁栄。それを象徴するように、ベレニケア土地に、 プトレマイオスアッサ、ローマ族周期の石墓が多数残っている。しかしその後は、大正路の起点が、西方のトリポリに移ってしまい、長い間切れない下地方の小都市に留まった。だが20世紀初頭に、イタリアに占領され、港湾が整備されたことから、1930年代には、商業上、軍事上の用地として、重要な位置を占めるようになった。またこの時期に、 多数のイタリア人が移住した。第二次世界大戦が勃発すると1940年12月にイギリス軍に占領されたが、ロンメル以下ドイツアフリカ軍団により1941年1月、再び数軸国側に落ちた。この後も再三支配者が入れ替わり、フリコ戦争と呼ばれることになるが、最終的にイギリス軍により占領されることになった。戦後は、 キレナイカ王国の首都となり、リビア連合王国が成立した後は、トリポリと共に首都となった。旧リビア大学1955年リビア大学が創設され、近代的なビル街も整備されたが、イスラム色が色濃く残っている地域でもある。60年代からの内陸での油田の開発により、オイルマネーが流入、急速に発展した。それともに生炎、食品加工、セメント、 めし川、水産業、観光など諸工業が勃興した。現在では、長年の水不足を解消するべく、世界最大級の海水淡水化プラントが稼働している。1969年のムアンマルアルカッザーフィーによる革命による王政廃止に伴い、首都としての地位を失った。ベンガジはカッザーフィーへの支持が低く、2011年の内戦の際には、この地位が、 反カズザーフィー体制打倒の拠点になり、後に反体制派組織、リビア国民評議会の本部が置かれた。しかし、翌2012年3月6日には、ベンガジで、リビア東部の有力部族や、民兵組織の指導者らが会議を行い、自治を行うことを決定。切れないか暫定評議会の発足を宣言し、これに対し国民評議会が国家を分断する、行為として非難するなど、 東西間の対立激化が懸念されている。2011年のカダフ政権崩壊後より続く混乱の中で、2014年7月、ベンガジの政府軍特殊部隊の本部を、イスラム系武装勢力のアンサールアイコールシャーリアが襲撃。数日間の戦闘の後に、アンサールアイコールシャーリア側が勝利し、施設を占拠した。2014年、 政府に反旗を翻したハリファ・ハフタルが組織するリビア国民軍が本拠地とするリビア国民軍は諸外国の支援を受けながらイスラム原理主義の民兵組織と対抗して勢力を拡大2019年にはトリポリ進軍を宣言した地中海に望み対岸のギリシャからは 400km しか離れていない三方山と砂漠に囲まれる山地には森林があり ふもとには、肥沃な農耕地もある。オリーブ、果物、野菜が取れる。半乾燥気候で、南部は、砂漠気候である。最高気温は6月から10月が27度 C から29度 C。12月1月は19度 C を下回る。降水量は4月から9月はほぼ0。12月1月が60ミリメートルを超える。年間合計で300ミリメートルを下回る。 ベンガ児動物園近郊にベニナ空港がある。ありがとうございます。